差別撤廃に向けたバス通学はアメリカ合衆国の公立学校における差別の撤廃に向けた取り組みであり差別的な学校制度や学区設定を改革するために特定の学校に子どもたちを入学させその通学のための輸送手段を用意することであるこの場合通学する学校は近所の学校以外の学校であることが多く通学のための輸送手段が無料で 用意されている。この取り組みに反対する人々は、これを強制バス通学と呼ぶこともある。アメリカの合衆国最高裁判所のブラウン判決や、19世紀以降実施されてきた、公立学校における人種隔離政策や、分離すれども平等法をめぐる判決以降、裁判所の管理のもとで、1970年代から1980年代にかけて、 差別撤廃に向けたバス通学計画が実施に移されてきた。しかし、たとえ通学費用が無料であろうと、今までの学校よりも遠方の学校に市場を通学させることは、実生活面での支障をきたすこともあった。一部の家庭にこのような問題が生じてしまったことで、あらゆる人種の親たちから学区長に人種的に統合された学校の実現に向け、 新たな方法を模索するよう要求が高まっていく。結果、人種的に均衡の取れた学校の実現を、長距離通学を強いられることなく、自発的に通学したくなるような計画実現に向け、多くの学区でマグネットスクールの導入など、新しい学校制度の実施、コンピューターを活用したより、詳細な学区編成などの努力がなされた。このような努力の成果に並行して、 居住形態に変化が生じたことで、1990年代、初めには、学区の裁判所の管理下から解放された。しかしながら、学区によっては、裁判所が、学区に対して、バス通学を義務付けなくなった今も、バス通学サービスが継続され、家庭や地域がその制度に馴染むようになった場所も多い。ありがとうございます。